ドジャースは25日、日本時間26日に行われたヤンキースとのワールドシリーズ、WS 第1戦で、劇的勝利を収めた。これを受け、大谷翔平投手、30が大リーグ史上初の50から50、50本塁打、50盗塁を達成した際の50号のオークション元である米競売会社ゴールディンのケンゴールディン代表が自身の X で反応した。 動画、とんでもない幕切れ、フリーマン逆転サヨナラ満塁団大谷翔平は最高の笑顔で出迎え、この日ドジャースは2位3で迎えた10回裏西満塁、フレディ・フリーマン外野手が WS 史上初となる逆転サヨナラ満塁団を放って勝利を収めた。ゴールディン代表はフリーマンの一発が出るとすぐさま、ワウと一言。続く投稿では、 フリーマンのグランドスラムをゲットしたファンの方、このことをご存知だと思いますとし、大家の50号が、ボール史上最高額、の439万2000ドル、約6億6732万円、で落札されたことを伝えたポストを引用。私、またはゴールディン社に支給連絡してくださいと呼びかけた。大谷の50号記念級は、日本時間25日、台湾のランドマーク、台北101。 日本社をを投資会社 UC キャピタルが落札したこと公表。私たちは台湾と日本の機関と協力し公益展示を計画することでファンが間近でその輝きを目にする機会を提供することを喜んでいます。